保田くんは今メキシコ行って、西川さんはコスタリカに行ってるんで、あの今日はメイドインジャパンのジャパン代表馬勝さんと穴釣り行ってきたいと思います。それでは旅するベジハウス、今日は何が釣れるかな。穴釣りに来てます。でね、今ちょっとほらこんな感じでアラカブ釣れたんですけど、かわいいでしょ。はい、まあ1年間で一番寒い時期で、アラカブマンションを今探してるんですけど、とりあえず今日はねこのトビウオをこのロープ仕掛けで仕掛けて何が釣れるかチェックしてみたいと思います。馬勝さん、最近なんか忙しいですか？多分なんか海はいいですね。風が強くてお湯が沸かせません。お昼ご飯食べる、いつになったら食べれるんでしょうか。え、見えた。これはね、テトラで食うおにぎりは最高だよね。このさっき餌漬けについた手のひらについていたイカの汁と汁を出しにこのおにぎりを食べる、最高や。うん、うまっ。味イカの味がする。食べる。いい音だね。はい、それではね、トビウオを丸々1匹、こいつをかけていきたいと思います。こいつを戻して、来た。あ、バレた。なんだこれ。
そらくね、ウツボでしょう。噛みちぎってるんで。だからちょっとウツボが食べやすいサイズに。当たった当たった、引っ張ってる。いつ合わせればいいか。来た。あ、来てるね。うん、餌がさ、でかすぎるのかもね。来た。おった。ちょっと待って。いや、なんかさっきさ、当たったのこいつだよね。こんなのがねえ、穴釣りで釣ったの初めてだ、大物ハタ。あのルアーフィッシングのターゲットなんかでこういうの上がったりするんですけど、まあ根魚はやっぱ死に餌食うんですね、やっぱり。だからルアーのアクションもそんなに強いアクションじゃなくても、こういうヒラヒラ死に餌で落ちて食べれるんでしょう。やりました。穴釣りで大物ハタ。やりました。55センチぐらいありますね。はい、とりあえず幸先大物ハタ。穴釣りで大物ハタ初めてですね、僕も。イエーイ、やりました。イエーイ。すげえ。やばい、油断した。カメラを回してる時に引っ張られました。しまった。やばい、うまかつさん、うまかつさん、うまかつさん、カメラを回してる時に穴に持っていかれた。来てんの？うん。やって、手が痛いもん。お、すげえ。え、これ上ばかりじゃなくて、こっちに引っ張ってるから、テンション緩めると持っていかれるからさ。すげえ、何これ。どんどんちょっと巻いてみて。いいの。もうすちぎれる格好で。あ、外れた。切れたか。おお、マジか。大事だ、大事だ。やりました、やりました。どうするの。さあ、ちょっと、
ックリリース。大毛ハタ、今日は穴釣りで大毛ハタが釣れました。マカツさん、ありがとうございました。今日何して食べる？いや、刺身だよね、やっぱ。大毛ハタ、モアラ、穴釣りでモアラでした。